どうも、あきです。栄冠9やっていきましょう。いつも皆さん、コメント、高評価ありがとうございます。この栄冠9の動画、いつも楽しみですという方は、ぜひとも高評価押していってください。さあ、では今回はオフシーズン続きからやっていきましょう。もう赤徳は消えたので、プロ野球選手は大丈夫というところで、さてでは、あれですね、記者ですね、狙っていきましょう。さあ、どうでしょう。記者来てくれるかな？そっちかい、そっちかい、頼むよ、記者来てくれ。10日ここまで狙えるのかな。よー、やった、3つあったからね。久しぶりの記者登場。さあ、ミートパワー BB 以上にもうほぼ全員レギュラークラスはなっているので、頼む。どうだ、飯泉、ちょっと待って、飯泉パワーヒはややこしくない？パワーヒ流し打ちじゃん。で、なんかプルヒいっぱいついたね。山内固め打ちついたね。固め打ちもついたね。ちょっと待って、覚えきれない。土橋流し打ち、細見がアベレージヒッター、小牧の弾道が1上がったと。どうなんだ、これはまあまあいいのか。細見阿部比はでかいですね。飯泉ただ流し打ちパワー比かーっていうね、この難しい感じ。流し打ちの方が強い気がするんだよな、今作やってる感じ。まあ和田ジュニア固め打ち。ここ弾道が上がりましたね、小牧。まあ上がって、まあまあいいでしょう。で、山内も固め打ちがつきましたと。ここ変わらず。そして、長男にプルヒ。というね。あとなんかちっちゃいのついてましたが。まあ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 。まあまあいいでしょう、これ。はい。細見阿部比っていうのが一番でかいかなと思います。来たね、記者。ということで、では、忘れないうちに新入生の履歴書も使っておきましょう。あ、やべえ、どこまで行ったかな。全然覚えてない。何県まで行ったっけ？奈良行きましたね、確か。あれ、鳥取も行った気がするな。広島から行きましょう。全国大会出場、これは行ってもいいかな。さあ、ピッチャーゼロのところを行っていると。さあ、広島行って、では愛媛行きましょう。お、おー、絶対いいじゃん。好リードが光る。うわ、ああ、うわ、うわ、うわ。高リードが光ると、この、全国大会優勝と、二人取っとこう。もうキャッチャーは絶対いるからね。え、今、愛媛でしたね。よーし、よ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 し。よし、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 よし。いいぞ、流れいいぞ。で、この、柏倉っていうのかな。柏倉か。よーし、来てくれる。これでまた全国大会優勝と準優勝が来るのかな。さあ、ラスト。宮崎行こう。投手ゼロのとこを攻めると、今年は。え、頼む、頼む、頼む。盗塁のセンスある。微妙だなぁ。パワー、まあ、盗塁がまあ、盗塁は試合で上げれるし、いいでも最近走れるみたいな疑惑があるからな。よし、よし、いいんじゃないですか、これ。いい流れですよ。よしよしよし。ただ、飯泉が流し打ちパワーヒになったので、今後どっちで打っていくか問題みたいなのありますね。そして、細見。阿部ヒついたからな、細見、ちょっと、1年生の中で、まあ、レギュラー陣の中では、ちょっとね、他の選手よりは、一歩出遅れたのかなというところはあったんですが、阿部ヒついたからね、8番。で、9番に小石。こんな感じかな。よし、面白くなってきたぞ。またちょっと天才は呼べてないですけど、まあ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 、天才いなくてももう十分、相当いい戦力にこれはなるでしょう。というか、来年レギュラー陣が豪華すぎるんじゃないかという疑惑すらありますね、これは。いやー、高リードを来てくれたの嬉しいですね。これでもう数年間ずっとキャッチャー B 以上なので、まあ、長男がね、このオフに、なぜか正捕手になりましたし、その辺も含めてまた期待できるところはあるかなと思います。行きましょう。
今年はウルウド氏ではなかったですよね。確か31年だった気がするので、もう11年ぐらいやったのか。じゃあ2020年から多分やってますよね、パワープロ2020なので。でこの試験後は期待している選手たちは基本的に偏差値を上げているので、ちょっとだけ練習効率上がるので、まあ大きく進んでもいいかなと思います。いや、大きく振りかぶってのアニメまたやらないかなっていう、これよく言うんですけど、アニメに限ると一番好きかもしれない、野球系のあれで。漫画で言うと結局タッチが一番好きなんですけど、アニメで言うとね、大きく振りかぶってね、なんかアニメ好きなんですよね、あのほのぼのとした感じ。共感してくれる人いるかな。ということで、まあ、長男はキャッチャーになったから肩を上げとけばいいんじゃないかなと思われます。小石このまま総力いっちゃうとちょっと総力上がりすぎじゃないか疑惑があるので、バントでしょ、ミートでしょ、よし。小牧、まあ肩を引き続き上げておきます。小牧、まあ弾道4になってさ、これまあでも阿部秀打つからあんま関係ないのかな。まあまあでも嬉しいことには変わりないと、そんな感じかなと思います。駒形もこのまま総力いくとちょっと総力上げすぎな気がするので、まあミートあたりを上げて、紅林はパワーいっときましょうか。まだ細身ももうちょっと総力上げたいですけどね、行き過ぎな気がする。いやーでも89か、選抜ってそんなに試合数多くないので、ここちょっと思い切った作戦。89はまあ総力が完走してもいいですからね、極端な話で言うところの。はい、パワー比ついたからな。あ、弾道が3になりきらなかった。おっとっとっと、弾道が3になりにきらなかったよっと。まあそれはあの1週間でやることにしましょう、1年生が入ってくるまでの。そう、でも天才を呼びたいっすよね、そこの厳選はやろうかなと今思ってます。やっぱりこれだけいい台にもうなってきたら、まあ、天才もしくはガッツ、石井拓郎さん、僕はずっと育ててみたいって言ってた選手たちぐらいはね、狙ってもいいんじゃないかななんて思いますね。いきましょう。でそろそろ金徳を1回ももらったことないので、そろあれ10年に1回ぐらいはくれる感じだったんですけどね、2018までは。2020で1回ももらってないので何とも言えませんが、そろそろ金徳ください、やっていきましょう。さあ青沼、3割7分16本68打点42盗塁素晴らしい。矢田もね、4割2分5厘13分54打点14盗塁。これが代打の選手とは思えませんね。代打の選手がプロに行くっていうのがすごすぎますね。トゥース、プロ野球選手。4割9本48打点40盗塁。ちょっと、この選手は覚えてないです。セシタはめちゃめちゃセシタですね。はい、もろ。西浦、ちょっと覚えてないです。北に、流し打ち持ってましたね。椿。これがスーパーサブですからね。4割打って24盗塁してる選手がスーパーサブ。そして5割。85盗塁の広橋という男ですね。素晴らしいですね。これちゃんと取れてるのかな？ちゃんと取れてるのかな？取れてますね。ちょっと一瞬羽織りましたが大丈夫でしょう。ということで、いろいろ見ていきましょう。まずは忘れないうちに詳細設定、成長タイプ、超晩成に全員して、最後アイテムもしっかり使ってアップロードしておきますので、使いたい選手いたらぜひ皆さん使ってあげてください。あ、広橋最後キャッチャーが取れなかったな。まあまあまあ。でも2018の時はサブポジマックスとかも作れてたので、まだまだですね。まだまだだね、というところで行きましょう。さあ、青沼、アイテム確か使ってなかった気がします。え？盆栽オール S100 まであとちょっとだった。やば。うわ、惜しい。だからあと肩と補給3に合計5上がってればっていうところか。多分アイテム使ってない気がするので。よしよしよし、じゃあ守備はマックスにしてあげて。うわ、いやでも今まで作った盆栽で一番強い。盆栽オール S100 は作ったことない気がする。あ、そしてチャンス A になってる。あ、青沼チャンス A、 え、チャンス E だったのに。国際大会で、国際大会丸ももちろんつきまして、やった、唯一悪かった E が A になって、これもう今まで作った盆栽選手で一番強いですね、間違いなく。やば、じゃあこうなってほしかった。栄冠ライン中これだったら強かったですね。800超えた盆栽で。ロマンあるな。やだ、やだも守備。うわ、補給1個あげて。なんか気持ちいい、そしたら。
矢田はあれとかは選ばれてないですもんね。いやでも矢田これで外野ショートファースト守れるのかな。いやいい選手いい選手矢田。阪神なんか阪神っぽいな。あ、青沼のソフトバンク感も半端ないな。若林の中日感もなんか半端ないぞ。なんかわかりますかこの。若林はパワー3あげようかな。キャッチャー A。いや、素晴らしい選手ですよ。あれ、若林って阿部日持ってたっけ？阿部日ついてるじゃん、これ。阿部日確かついてなかったっすよね。やった、若林。あ、もうアイテム使ってますね。阿部日ついた。椿。いや、いい選手ですよ。これはパワー、肩を上げてあげましょう。あ、もう使ってるわ。うわー、オール B にしたかったな、この、椿と矢田。あと1個。そして、広橋。もうこれアイテム、使ってるんですけど、使うとこもないと。広橋は、お、最後の最後に阿部日ついてる。いやー、阿部日ついた広橋を使ってみたかったな、栄冠ナイン中に。半端なかっただろうな。ということで、アップロードしておきますので、皆さんぜひ、ダウンロードして、ペナントやマイライフや、何かしらで使ってあげてください。こう、自分が栄冠で育てた選手を使ってくれるっていうのは嬉しいですね。パワープロ2018の時、もう2、3年ぐらい、諸橋が、ずーっとそのパワープロの全体ランキングトップ100に入ってたんですよ。いや、それだけ使ってくれたっていうのは嬉しいですね。まあ今も結構、ちょくちょくいろんな人にダウンロードしてもらってるので、嬉しいです。皆さんありがとうございます。使ってくれて。やっていきましょう。あの野球マス消えないよね。消えるんじゃないよ逆に。うお、ギリギリ。さあ金徳、金徳、金、そろそろ金徳、緩急丸、それはそれで悪くない。そういえば性格をオフシーズンにちょっといろいろいじりまして、もう完璧な状態にほぼほぼあるので、受け入れない。これはもう早野ですね。阿部日ですね。あー、だったらチャンスメーカーかな。広橋がチャンスメーカーを持ってて強かったからな。クソ。まあ仕方ない。さすがにお褒めの言葉は使いましていきましょう。あぶれ、ダメダメ。おう、駒形もかなり信頼度上がってますね。まあ1年生ピッチャーはいらないとしても2年生野手は日々ぐらいは使っておきたいな。さあ、小牧、和田ジュニア、早野。ここは山内引いていきたいところですけどね。和田ジュニアももうチャンスいいになったのでだいぶ強いと思いますが、まあここは小牧でしょうと。はい。で、打順の見直しを改めて行うとする。まあでもこれでいいんじゃないかな。チャンスいいで、盗塁 B の長男が、あ、プルヒ流し打ちってシフト的にめちゃめちゃ美味しいやつだ。これだな。威圧感を小牧にかけると。いや、いい積み当たりの、だから、打順を上げてもいいかもしんない。パワーヒ流し打ちまでなれば。ただやっぱ和田ジュニアの特能もいいですしね。いや、これ強いわ。これ1年生めちゃめちゃ、いや、記者で1年生また強くなりましたね。さあ、パワーヒ流し打ちをどう考えていくかです、今後。まあ、甲子園は広いのでね、流し打ちの方が強い気がしますね。まあ、あの、ちっちゃい予選はパワーヒはもう、球上げるときはホームランになるみたいなとこもありますからね。やっていきましょう。総戦力確か C と前評判ではできましたね。いきましょう。よーし、もう強いチームと戦いたいまでありますからね。現状桜井投手が来ました。ジャイアンツ頼むよ。もうこれあれか、
撮ってる頃には出してる頃にはってやつか。これ日本シリーズ終わってるまであるんだよな。うわ古田さん、ちょ古田さん来て、古田さん育てたことあるんですけどね。そう古田さんはなんか引いたことあるんです。この選手も栄冠ないんで育てたい選手の一人ですよね。でも一回育ててるんでやっぱガッツか石田黒さん引きたいな。まあでも古田さんは早急へ、ああまあ走りにくいっちゃ走りにくいけど、まあ二投は問題ないでしょう。小牧はしたたかになってます。さあ行きましょう。おおマリオ、この栄冠ナインよくありがちマリオ。小牧のね最多打点これもねかかってますからね。おお山内頼む、マジで点取られないでくれ。71打点、まあ、前の選手がどれだけ出塁できるかっていうのも大切だと思うんで、まあそういう意味でも2年生を 1,2,3 に固めたっていうのも一つありですね。はい、最近盗塁が多くないですかというコメントをいただいたんですが、いや分かります、皆さんのおっしゃることも分かるんですが、ただこう最強チームをこんな栄冠ないのチーム見たことねっていうチームをこうお見せしたいというところもありますので、まあ、やるべきところはやっていこうかなと思ってますが、もちろんそれ以外の打撃もやると。皆さんのコメントありがとうございます。いつもただ最強チームを見せることで楽しんでもらいたいなと思ってますということで、おりゃ失敗するんかい、ちょっと強いんかい、まあ、ただこれは普通に野球としていい作戦でしょう。ここは打つかな、ランナーサードの時はサードダッシュ仕掛けてくることあるので一球待ちます。よし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 、うん走れるよな、言うても3でも。フルタビーム怖っ、え怖というか強っ、やっぱ早急 A ってやっぱり盗塁にも関係してくるだろうな。今までちょっとこうどっちなんだろうと思ってたことなんですけど、てかやば1対1さすが古田さん、てか9回の頭脳だからな、単純にキャッチャー B 対9回の頭脳なんでだいぶ相手に分がある。その点ではまあ言うてもね桜井投手ですよ、昨年一昨年ジャイアンツの2番手投手ですからね、もはやもう今年はいろいろありましたけども、ね、やっていきましょう。ここはもうバント職人内野安打なんで、おそらく高校野球前監督はこの作戦を取ることでしょう。そして和田ジュニア、こんなに余裕でアウトになるの。え桜井投手クイック D でしたよね。えてか古田さん多分1年生だってそんなに肩強くないんですよ。やっぱ早球 A っていうのは相当関係あるんだな。今のだって超余裕のアウトでしたもんね。まあ盗塁 E なんですけども、やっぱ関係あるんだな。早球ってそれにくいだけじゃないな、絶対キャッチャーに早球は大切っていうことが分かったという、まあそういう話でしたわ。いやーってなってくるとやっぱり駒形の盗塁 E 直したいっすよね。本当に本くれないかな。ラッキーボーイ、さあ阿部日流し打ちになったので、これで阿部日パワー日流し打ちです。今これで打てないんかい、逆にこれでキャッチャーを下ろしたいんだけど、キャッチャーを下ろすっていうのは無理なのかい。さあ細見阿部日を手に入れましたが、ここは残念。いや、いい試合じゃないか、普通に。さあ、そろそろ桜井投手疲れてくるんじゃないかな。これもさすがに。さあ。おい、長男頼むよ。よし、お祭り。早野、流し打ち持ちです。よし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 、やっぱ流し打ち強いね。このチーム強いというか、やっぱ古田さん強いっすね、めちゃめちゃ。バント職人、やっぱバント職人いいですね。駒形と山内はちょっと別格ですね。さあ小牧3の3、山内の最多盗塁数というタイトルもかかってます。そしてここで癖者、
センター返し。さあ、オッケーオッケーオッケー。打点稼いでいこう。そして威圧感チャンスがある。小牧4番がこんなにハマると思わなかったな。桜井投手粘ってるというか、やっぱ9回の頭脳でスタミナが減らないっていうのもいいんでしょうね。広角台、よしよしよし、広角ならもう強振で、流し打ちで。あっ、え、なんだなんだなんだ、え、よくわかんない。で、これ、駒形さっき盗塁失敗したんで、もうダイソー出します。この場面は。響きます。なんでやねん。やっぱこれも古田さんなのか、これも古田さんのなす技なのか。あ、なす技なんだな。無理だな。じゃあもう、ヒットエンドランにしとこう。よし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 。あれで3って珍しいな。風がすごい。風の強さがちょっと。よし。ここは打たせる。なぜなら彼には、パワーヒッターがついたので、期待してみます。パワーヒッターがついたんでね、この強風の中ホームランになったらエグいけど、これ8メーターはさすがにかわいそうだべ。この広い甲子園で。アゲインストの、モロアゲインストの8メーターは。ドライバーで言ったら8メーター、ってか8メーターってありえん、冷静に。ゴルフやってるから風には詳しいんですが。8メーターって結構ありえない数です。8メーター吹いたらマジで5、60ヤード飛ばない。野球はどうなんでしょう、わかんないけど。セーフあるよ。8メーターの風ってまあまあありえんぐらいの強風ですからね。まあ浜風ってそんなに強いんか知らんけど。中条ドバシ、よし。おお、盗塁がやっぱこれ古田さんの技なのか。クイックシーっていうのもあるんでしょうけど、盗塁がなかなかしんどいね。古田さんなのかこれ。お、風に助けられろ。くそ、古田さんやっぱ強いな、そう考えると。さあ、頼む頼む、マジで頼む。5の5、頼む。これだから逆にフォアボールダメですからね。もう積極的に打っていこう。5の5頼む。威圧感、威圧感頼む。威圧感、威圧感。え、ちょ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 、取らないで。風して、よし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 。危な危な、よっしゃ、5の5来た。威圧感チャンス。いや、小牧に威圧感はだいぶやばいよ。うん、これはね、先にもう、お祭りを使おう。よし。もう全員代打ですね、こうなると。十文字は一応あの、魔物チャンスですけど、まあ魔物はなかなか想像引けないかなっていう。大塩代打に、まあいっか、使うか。ここで大塩。紅林を残します。もう一丁待とう。いや、威圧感マジついてほしいな。そう。さあ、和田ジュニア。打ってますね、和田ジュニア。和田ジュニア、そんな足ないからな、和田。いや、でもこれはさすがに選択肢的にセーフティーしかないな。他が悪すぎた。うわ、惜しい。そう、そうか、流し打ちが悪い時に、だから強振していけばいいんだ。そうか、だから、選択肢が増えるという意味では非常にいいんだ。バヒがついたことも。あ、この回結構点取ろうと思っていたのにダメでしたね。やっていきましょう。このね、ファーストがいなくなる問題があるんですよ。ただ、もともとこの大塩平八郎キャッチャー B ですからね。よーし、こういうことができると。
山内1点取られちゃいましたけど、うわー、防御率0点台さすがに厳しいかな。このオフで言うと根性がついたのかな。うん、てかやばこれ9回しか山内指示してないし、もったいない育成的に。ソロホーマーだなってことは多分出会い頭のソロホーマーも仕方ないけどね。あ、落ち着いて小石。あ、そうか、小石めっちゃ処理低いから小石はこう下げていった方がいいですね。終盤忘れてた、小石はセカンドなのに守備全く上げてないこと。ほらめっちゃ動き悪いもん。紅林とかセカンドつけたし、今紅林をセカンドに出すべきでしたね。まあエラーが絡んでるんで防御率には関係ないですが、今山内の、まあ、これもゲッツー取れないもんね。小石に3つ飛んで3つうまいセカンドならもうね終わってたレベルのあれでしたね。今田口さん来ましたね。長男もセカンドできますから。まあでも長男は肩ばっか上げてそんなに守備は良くないので、紅林あたりがセカンド入るといいかな。やっぱ紅林は使い道が結構ありそうですね。あんまやっぱ古田さん相手になると3盗塁しかできてないですね全体で。つけ、いやつかん、うわつかないか。まあ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 悪いとこのもついてないことですし、まあまあいいとしましょうか。次、マイホマン D ということでね、頑張ってやっていきましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。